いやー、らしいですね。どうも、皆さんこんにちは、ひのです。先日、オギアさんが新しくね、ハードコア1アナーキーサーバー、ホライゾンアナーキーというサーバーをね、プレイしてました。で、本日、2本目の動画が出て、座標をね、出して、ここにて待つという話をしてたんですよ。僕、実はね、オギアさんが出す8ヶ月前に、こちらのホライゾンアナーキー、行ってます。まあ、つまり、ホライゾンアナーキーにおいては、オギアさんよりね先輩なわけなんですよ。なので後輩にできる先輩の役目なんだと思いますか皆さん。そう、守ることということでね、今回はホライゾンアナーキーの先輩として師匠オギアさんを防衛するべく約束の地に向かっていきたいと思います。それでは入りましょうか。ホライゾンアナーキー約7ヶ月ぶりぐらいです。さてと、入りました。僕のね、状況なんですけど、まあ、以前、確かね、一回死んでるんですよね、僕。だけど、サブアカじゃなく、バグでね、死んで、運営の人が、これ死んだのはバグで死んだから大丈夫だよ、みたいな話になって、特別に生き返らせてもらいました。なのでね、僕2回目の命を持ってる、まあ、特別な人間ではあるんですよ。で、今、続々とゾンビが集まってると。で、今ね、僕、どの位置にいるかというと、この場所に僕はいます。これ始まりの地ですね。僕が、日の大王の看板があるところなんだけど、ちょっとまず、最初から、ゾンビがまずいですね、これ。まずいな。ちょっとこれはどうしようか。一旦抜けた方がいいのか。このサーバー夜特に危ないですからね。これ夜まずいな。ちょっとダメだ。これ抜けるわ。ダメだ。夜が明けるまで待ちます、一旦。さて、そろそろ大丈夫かな。さすがにもう朝になってるはず。ちょっと夜歩くの無謀すぎましたね。オッケーオッケーオッケー。で、殺して、しっかりと肉を奪う。オッケー、食料ゲット。これね、どんな腐った肉でも食べることがね、大事なんで、このサーバーにおいては。僕今、4738、53のところにいるんで、まあ、X 座標が大幅に約束の力で、ね、ずれてるわけなんですよ。確かね、遠くに逃げてここ来たんですけど、これはまずお腹が持つか心配だけど、まあ、一旦あそこにね、ネザーゲートがあるので、おっと、まずいぞ。まずいぞ。やばいよ。そいつはやばすぎる。なんであいつ燃えてないの。危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。一度きりの命だからね。これでしっかりと回復して、約束の地に向かいたいと思います。ただあいつ殺せたらでかいんだよな。あいつ殺せたらでかいんだけど、ちょっとどうしようか。まあいいでしょう。一旦無視して約束の地に向かっていきます。ちょっとね、食料とか足りないものばっかなんですけど、まあそこら辺はね、気合で乗り越えていくしかない。危ない！ちょっとこれ、普通のマイクラ感覚で飛んでたらまずいな、これは。よいしょ。普通にすぐ死んじゃいそう。ゾンビの音する。ちょっとここら辺で。鉄しっかりと取って、これオギアさんにね、献上しないといけないんでね。オギアさんに献上するものを取りつつ、約束の場所を向かっていきましょう。お、ちょうどあそこ、いいね、石炭あるわ。激アツスポットすぎる。で、今、まあ、オギアさん効果で、まあ、多分ね、今いるの日本人多いですね、ほら。多分オギアさん拠点にもうすでに日本人がいるのかな。ただね、日本人、オギアさんが好きで来た日本人だとしても、殺される可能性あるからね、十分気をつけないといけない。で、なんならね、僕、一応 YouTube ってものをやってるんで、敵対される可能性あるよね。いや、お前来るな、みたいな。こいつ殺せば、こいつの物語は終わるっていう風な判断で殺される可能性あるんで、それ気をつけ、おー、危ない。蜂蜜とかいますね、蜂蜜。すべてが命がけの場所で、衣装のために、この命、捧げさせていただきたいと思います。アルパカだ！アルパカあれ！殺したら、肉なるかな？アルパカってうまいかな？まあ、いくらね、オギアさんより先輩と言っても、物資はね、依然乏しいままなんですよ。まあ、なので、今いる日本人たちと合流でき次第、物資をね、共有して固めていきたいよね。そういえば、このサーバー、あれでしたね。アナーキーでしたね。危ない危ない。しかもさ、このアルパカさん、殺して食べようと思ったけど、確かアルパカって唾吐いて、なんかダメージ受けるよね。危な！気づいてなかったよ。やっちゃうとこだったよ。まず、足の保護。これ大事です。人間ね、靴がないと足がボロボロになって歩けなくなってしまうんですよ。まあ、なので、靴が一番、まずは最優先されるべき装備です。このようなね、サバイバルの現場では、少し道外れてしまうんですが、あそこら辺に、ジャングルがあるんで、ジャングルはね、虫など、食べ物が豊富なイメージがある。あれはもしかしてカカオ豆じゃないか。この世界カカオ食えたかな？ダメかもしれん。食えないかもしれない。ちょっと一旦無視して、00向かっていきましょうか。このネザーゲートを使えば、すぐ00に行って。で、あのスイカロードで、オギアさんのスイカロードで、
スイカをね、ご飯として生き延びさせてもらいましょう。来ました。ここがネザ。うわー、やばいやついる。あいつクソ強いんだよな、こいつ。どうしよう。ちょっと、迂回して、あ、なんか、あ、なんかある。なんかある。あ、ありがてえ。ありがてえ。ありがてえ。涙が出る。これで、上着を作って、ズボン、そして頭も作れると。いや、素晴らしい。ありがたい。オッケーオッケー。で、こっからあとはね、こっち向かうだけなんですが、あのね、ゾンビピックマンみたいな、あいつがね、ちょっと厄介すぎる。あ、そうだ、僕、こんなん持ってたんだっけ？そういえば。これ着ちゃいましょうか。いや、ありがとう、昔の僕。これで、エンパール。なるほどね。どうやってあいつ切り抜けようか。あ、やばい。やばい。弓矢が壊れてる。弓矢壊れた。しかし、大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫、まだ大丈夫。焦るな。弓矢がなければ、作ればいい。オッケー。これで矢はね、大量にあるんですよ、なぜか。オッケー！これですよ！こんな武力持ってる人いないでしょ。この世界で今。日本勢で。と、これがね、先輩の威厳。よし。今行きます、鬼屋さん。栄光の鬼屋ロードに。向かって腐った肉をね食いながら僕はね行きますよ。いやマジでさ、あのチェスト助かったね。お、ポムカティン100ワズヒア2021年10月28日、最近だね。しかし1ヶ月前、ただ彼もね今生きてるか分かんないんだよね。今誰が生きてて誰が死んでるか分からないから、全部遺言の可能性がある。これがこのサーバーの面白いところであり恐ろしいところでもある。怖いですね。お、ちょ、ゼロゼロ地点ついたけど、あいつら、こいつら大丈夫？こいつら大丈夫？あいつ大丈夫？あいつ大丈夫なかった気がするんだけど。どうしよう？済んだ？いや、終わりではない。諦めちゃダメだ。鬼屋さんはね、僕に言ってくれました。お日の、いつでもお前は諦めてはダメだと。俺たち実況者はみんなに夢を与えるのが仕事なんだぞと、鬼屋さんは言ってくれた。しかし、これまずいぞ。これまずいな。はい、オッケー。はい、イージー。あぶねー、賢くてよかった。これで、こいつらを一方的にボコボコにできる。オッケー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。オッケー。よかった。あぶねー。これで金もゲットですよ。で、なんか増えてる、どんどん。仲間増えてる。いや、上塞いだもん、もうナイス判断だったね、今。オッケー。これで大量に物資ゲット。はい、オッケー。とりあえず肉を食べて、体力回復しときます。命がけだからね。これであいつらのお仲間またいたら、またいるが登ってこれない。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。おそらくここら辺が700近く、800ですかね。ここで降りていきましょう。お、スイカロード来た。いや、助かった。ありがとう。ありがとう、神。ありがとう。いや、助かった、マジで。先人たちが残してくれたおかげで僕はここまで来れました。危ない。よかった。それじゃああともう少しで鬼屋さんの拠点だから、こっから向かっていきましょうか。